パーカーの紐どこやった？基本なんかね、パーカーによってね、僕取ったり取らなかったりするんですよね。あの割とここがタイトなやつは外しちゃうんですよ。詰まります。ありますよね。あとずれやすいとかあるじゃん。はい。でもまあこれはあった方がデザイン的にはいいなってやつは残してた。すっごいどうでもいいこと言っていいですか、うん、皆さんもう慣れたでしょうけど高速自動車気になったでしょ、うん、もっと気になるのがあって、ここに東京ド何かと思うじゃないですか、うん、東京ドラゴンっていうドームじゃねえんだ違うんですよ何ちょっと待って東京ドラゴンって何わかんないです何の意味も特にないんですえ不思議別に東京ドラゴンってなんだよなんでしょうねっていうなんかすごいそれをデザインしたデザイナーに聞きたいね気になりますよねいや曲の感想とかはさ、はい、あえてなんだろうなみたいなあ、まあそうね、スーパースーパードライねそうそうそうでなんかその高速自動車も、はい、まあなんとなく、うん、まあなんとなくそのトラとの組み合わせうんまあトラとの関連性はよくわからないんだけどそうそうただ東京ドラゴンは下せないねマジで、ね、そうなんですなぜ東京にはドラゴンがいるって思ってるのか謎なんです、ね、東京ドラゴンっていう何かの存在が実は日本ではとても有名なんだよって思ってるかでも絶対誰かそう嘘を教えたでしょってこのフレーズどっから持ってきたのかとか、ね、気になっちゃう東京とドラゴンの組み合わせなんか聞いたことないぞあるまあね、そうね、ドラゴン名古屋ですね。プラスそうなんですよ。ドラゴンズは名古屋だし、タイガースは阪神でさ、タイガーいるんだけどさ、ね、高速自動車と関係ないじゃない？そうそうそう。それっぽいタイガーでもあるんですよ。うん。なんかかっこいい、なんかかっこよさそうなのとかっこよさそうなのも出たんじゃないかって言ってるの。